はい、皆さんこんにちは。トラチャンネル MC のトラです。本日は6月24日より配信開始されましたポケモンカフェミックスですね。こちら、初見プレイやっていきたいと思います。タップでスタート。はい、こっからなのね。ちょっと進めちゃったのでこっからになるんですが、最初の、ステージですね。道具のチェックも兼ねて早速作ってみましょうと。ポケモンのやる気。はい。この EV のコマを2つ以上つなげてみんなに料理を手伝ってもらいましょう。2マッチ以上で消すことができるよ。動かせる時間と回数には注意しよう。うわ、すごいすごいすごい。へえ、あ、こうやって消していくんだ。料理の手数は動かすたびに減っていくので注意してくださいね。料理するときはいろいろなポケモンたちも手伝ってくれるんですよねと。イーブイが手伝ってくれると。お、第一、イーブイ10。ん？ということは、EV を10個消せばいいのかな？8、あら、8になっちゃった。あと、うわぁ、むずいな、これ。一発で消せると思ったけど、そんなことはなさそう。記念すべき最初の一杯ですね。EV に飲んで。喜んでくれた。かわいい。はい。あ、人影ちゃんですね。かわいい。いいっすね。このデザインも。なかなかかわいいですね。人影がお客さん第1号です。はい。2ステージ目。ゴー。カフェスキルが使えるんですよね。カフェスキル。はい。ゲージを貯める。ポケモンたちのやる気を集めることで貯まるみたい。はいはいはい。難しいですね。ゲージを1個貯めようということで。素早くやらない。あ、なるほどな。この上に出てたバーみたいなのが制限時間なのか。あれの、このあれがなくなる前までに全部こうあれしないと消えちゃうと。掴んで離した場所で効果が発動するのでよく狙おう。はい、この辺？わあ。ほうほう、消えました消えました。いやー、かわいい。人影も大満足ですね。EV と作ったおかげでポケモンにも美味しく仕上がったみたいです。お、金のどんぐり。はいはいはい、人影がくれました。いいっすね。お、なんか星マーク。そのポケモンと仲良くなることができるよ。星を貯めて仲良し度を上げよう。はいはいはい。お、チラーミー、いいっすね。チラーミーが来店してくれました。3。オーダーさん。お、EV が18。ポケモン、ポケモンじゃない。ピカチュウが18。で、メガホン。やる気を集めていくと、リアのメガホンが出現するよ。メガホンは向いている方向を少しだけ消するよ。はいはい、なるほど。どうしようかな。これはピカチュウを消していくのが一番いい。はい。で、EV をガーッと消して、あ、これこうやると結構消えますね。ぐる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 。あ、これがメガホンじゃないですか。ほい。おー、消えた消えた。OK でーす。チラーミー、あ、チラーミー星6つもある。大変だな。ん、人影がまたやってきてくれた。す
ごいですね。人影大好きだな。あ、なんかでかくなったぞ。2つ合わせるともっと強くなるんですよ。だって、はいはい。え、これどうやって消すの。とりあえずイーブイを消してみましょうか。カフェスフィギルが、はい、出てきました。もう一つ。なるほど。お、2つ揃ったよ。つなげることで強力なカフェスフィギルが作れるよと。ふんふんふん。はい、つなげてみましょう。お、消えたけど、あ、惜しいな。惜しいな。もうちょっと下であれしないとダメだったか。もう一回カフェスキルをゲットしなきゃいけないですね、これ。で、多分、下でやると、消えるかな。ちょっとダメダメなんですけど。はい。ようやく消せた。一発で消せなかった。悲しいけど。はい。で、とりあえず。なるほどね。お、ブルー。あー、いいっすね。ブルーちゃんね。もう、アニメの、あの、お金持ちのおばちゃんの持ってるブルーを思い出しますね。チラーミー見て。はい、初来店のブルーちゃんのために作っていきましょう。お、あーっと、キルリアかな。マッチ15マッチかける4。とりあえずイーブイ21、キルリア18マッチ、ブルー28マッチ、ゼニガメ27マッチ、隠して。お。オッケー。クリア。はいはい、いいっすね。違う飲み物を提供し、おお、はいはいはい。ん、なんか紅茶だな。おお。ポンって出てきた。新しい料理が作れるようになった。ん、設備が増えるといろいろな料理が作れるようになるよ。新しい料理を作るときは今までにないギミックが登場するよと。マジか。また新しいギミックが出てくるんですね。あと4オーダーで終わり。10オーダーまでは続くみたいですね。ちょっと長いな。はい、角砂糖の隣で3回マッチさせよう。スキルを当てると一度で消えるよ。はい、角砂糖を4つ消してください。ではイーブイから消していきましょうね。とピカチュウ。はい、誰消せばいいんだこれ。ゼニガメ、ゼニガメ消しよう。消しよう、消そう。おしまい。いやー、お、紅茶。かわいい。あ、これ紅茶の瓶に書いてあるの、これあれかな、ドレリアって。はーい。さあ、チラミーちゃんとも。あ、また人影。すごいなこいつ、3回目だよ。仲良しチャンス発生。仲良しチャンス、ギャッ。あ、人影、すごいなこの人影。短時間で3回も来たけど。仲良しチャンスが発生。仲良しチャンス中はいつもより星を多く入手できるよ。オーダーに失敗するとチャンスが終わってしまうので気をつけようと。はい、人影のもてなし、紅茶をあげようと。うわぁ、結構難しそうだな。角砂糖8個、ピカチュウ。え、むずくないですか。
焦げた。ちょっとこっち側も消して。OKOK。これを当てると圧で消える？あ、消えた。OK。イーブイ。ゼニガメ。ピカチュウ。あ、残り3手。あ、マジか。あ、この左上のがあれだったのか。全然話を聞いていないという。まあでもクリアしました。やったー。おい、お、人影と仲良しになれたよ。星1。人影ととっても仲良しになれたみたいですね。ギャギャ。食事のお礼にカフェを手伝ってくれるの？おお、人影がスタッフになりました。おお、かわいい。帽子。わあ、これはいいっすね。仲良くなろう。仲良くなったポケモンは手伝ってくれるようになるよと。なんかあれだな、このバンダナっていうかスカーフみたいなのを見ると探検隊とか救助隊を思い出しますね、これ。はい、で、ブルーか。お、イーブイから人影に。はい、ドリンクを作るのが得意と。よし、リーダーの得意料理とオーダーの料理カテゴリーが同じ場合、カフェスキルがいつもより早く発生するようになるよ。ほうほうほう。得意料理もチェックしよう。なるほど。2万角砂糖8個。あ、カフェスキルってこれのことだね。この人影の下にあるバー、これちょっと短くなってるのかな。じゃあゼニガメ、人影。お、来ました。ん？なんかちょっと違ったスキル。うわー、火の粉。あー、すげえ指向性を持った感じですね。で、よし、あと7900か。どれが一番多いかな。ゼニガメ。おーら、はい、オッケー。うん、ゼニガメの持ってるカフェスキルは結構使いやすいですね。EV のにさらに指向性がついた感じ。もっと広ければいいと思うんだけど。お、カフェの拡張か。お、ど鉄骨だっけ。違うな、なんだっけ、名前が思い出せない。ど鉄骨ってこれのちっちゃい、あ、ちっちゃいじゃん、大きいポケモンじゃなかったっけ。はい、角砂糖。うわ、何これ。これはあれかな、人影のあれをうまく使えたことかな。そうっすよね。これをガンと。おお、いいっすね。なるほどなるほど。これで道が開けたよと。やばい、あと5手か。で、これをここで、あ、1個だけになった。あー、あと3手。でも消せるよね、これさすがに。ギリ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 ですよ。あぶねーあぶねー。ちょっと下手っぴだったな。ま、無事。どっこら、そう、どっこらが、どっこらが手伝ってくれるみたいですよ。ん？おほ、広くなりました。お、これあれかな、ペロッパフ。
カフェグレードアップ画面を確認して、ね、ああなるほど、はいはい、今度はドッコラーに使うか。ああそういうあれじゃなかった。はーい、こんな感じかな。デイリースタンプどんぐり。はい、こんな感じか。ということで、ポケモンカフェミックス、やってみました。はい、ポケモンがすごい可愛いです、このデザイン。あー、ペロッパフいるじゃないですか。はい、ということで、ここまでやってみましたが、いかがでしたでしょうか。こちらめちゃくちゃ可愛いので、ポケモン好きの人をやっててもらえると思います。まあ今後も何かあれば、こちらのアプリについて動画を出そうかなとちょっと思っておりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。それでは、本日は、この辺でおしまいにいたしましょう。よろしければ、高評価、コメント、チャンネル登録などをしていただくと、とても嬉しいです。はい、ではトラでした。皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイタイガー。